回数の減少で2020年と2021年が統合された女子ゴルフの国内ツアーは明日4日に沖縄琉球 GC で開幕する大金王キッドレディスから再開昨年12月の全米女子オープンで優勝争いした渋野ひな子22サントリー賞金王争いでトップに立つ佐藤ゆか19アイツイ 昨年国内メジャーに連勝した原エリカ22日本ツーンらの注目選手が揃って出場する昨年開催された14試合はすべて無観客で行われたが今年の初戦は有観客での開催が決定大会主催者と日本女子プロゴルフ協会ジェルピーガが2月25日に連名で発表した 一日あたり原則1000人を上限とするとの制限がつくが、ツアーのトーナメントで観客を入れるのは、一昨年のシーズン最終戦、ループがツアー選手権に後輩以来1年3ヶ月ぶり。ジェルピーがの小林博美会長は公式ホームページに、初戦において、ファンの皆様をお迎えできますこと。大変感激です。 目の前で女子プロゴルファーの元気いっぱいのプレーと臨場感、あふれる優勝争いを存分に楽しんでいただけましたら幸いですとのコメントを寄せた。ギャラリーにはマスクの着用。会場の入り口では検温。選手との接触禁止。声出し応援禁止などの新型コロナの感染予防対策が義務付けられるが、ファンにとっては、待ちに待った解禁である。 だが、これで、新型コロナ禍前の日常が、女子ツアーに戻ってくるわけではない。実は、この開幕戦以降は、再び無観客開催となるのだ。ダイキンオーキッドレディスの翌週に予定される、明治に安田生命レディス横浜タイヤ、3月12日から14日。高知、シー CC。続く、T ポイントエネオス、同19から21日。 鹿児島、鹿児島高巻 CC は、無観客での実施を早い段階で発表しており、ヤマハレディースオープンカツラギノ4月1から4日、カツラギ GC3 名 C も2月19日に無観客での実施を発表した。理由は、これまで通り新型コロナの感染拡大の予防対策だ。ヤマハレディースオープンカツラギノの,の大会ホームページにも、 ギャラリー、選手、ボランティアの皆様の安全確保の観点から無観客、開催とすることを決定しましたなどのお詫びが掲載されている。しかし、有観客、無観客と、対応がばらつくことへの疑念の声が、ファンやツアー関係者から漏れている。トーナメントの開催基準は、開催地、都道府県の警戒レベル、 感染状況に応じて決定される。レベルは、ステージ0から同後までの6段階に分けられ、緊急事態宣言の出ていない都道府県の区分は、ステージ3以下となり、観客を入れることに問題はない。しかし、明治安田生命レディス横浜タイヤは、ジェルピーガが、今年のツアー日程を発表した昨年12月の、 直後に無観客開催とする旨を大会ホームページで発表していた。そのことをジェルピーガが把握していなかったというお粗末なおまけもついた。さらに T ポイントエネオスではプロアマを実施することが決まっており、明治安田生命レディスーも同様にプロアマの開催を基本線にしている。開催基準に従えば、 プロアマの開催は有観客が OK と同じステージ3以下が条件となっている。あるツアー関係者は新型コロナの感染状況がどうなっているかわからないのに2ヶ月以上も前に無観客を決める。一方、大会主催者にとって大事なゲストを呼ぶプロアマはやる。判断基準なんて無視だからプロアマの実施についての発信は 積極的にしない。そこには、後ろめたいものがあると思われても仕方ないと指摘する。政府の指針では、人数制限はつけているが、イベント開催は認めており、プロ野球のキャンプは無観客であったが、オープン戦からは客入れを再開。J リーグも有観客で2月26日に開幕した、他のプロスポーツ団体が、 観客を入れる中、国内に限らず、ゴルフ界だけが、無観客を続ける理由は、その独特の工業形態にある。国内女子ツアーでいえば、選手に配分される賞金も含めて1大会にかかる、費用は最低でも3億円はくだらないと言われる。その全額を基本的にはスポンサーでもある主催者や、協賛者が負担している。チケット収入が、 大きな財源となる他のプロスポーツのビジネススタイルとは違い。ゴルフの場合は、もともと観客から回収することは計算に入れていない。チケッティングに頼らないので、ある意味、新型コロナ禍のような状況においても、スポンサーが開催を決断する限り、経済的ダメージの少ないビジネス形態なのである。だが、 何より優先されるのは、小林会長らが念仏のように唱える大会主催者様のご意向となる。今回のダイキンオーキッドレディスで客入れが実現したのもファンありきを訴えるダイキン工業の熱意が背景がある。だが、一方で、その後のツアーのスポンサーは無観客開催を決めた。感染者が出た場合のリスクや、 東京五輪開催でさえ世論は8割が反対しているという社会情勢を考慮したのだろう。ツアーのテレビ中継はあり、ファンも熱い戦いを映像を通して観戦することはできる。この判断も当然だろう。ただ、ツアーによって有観客、無観客のばらつきがあり、スポンサー都合で、 プロアマだけは開催されるという矛盾だらけの試合では、国内の女子ゴルフツアーは、一体誰のものなのか、との疑問の声が、ファンや関係者から漏れ出ても不思議ではないのである。首都圏を除く6府県の緊急事態宣言は2月28日で解除となった。全国的に新規感染者の数は減少傾向にあるとはいえ、 まだ首都圏の緊急事態宣言の解除は決定されて、おらず予断を許さない状況は続いている。今回の有観客開催への賛否もあるだろう。だが、政府指針でイベント開催は認められており、ジェルピーバの開催ガイドラインをクリアしているのであれば、有観客、無観客、あるいはプロアマだけ OK などのばらつきや矛盾が出るのは、 おかしいのだ。無観客にすれば経費は大幅な節約となる。プロアマさえできれば、天の声のスポンサー様は満足が、ジェルピーが側の本音なのかもしれない。ただ、ファンのためにという基本理念をないがしろにして様々な矛盾点が浮き彫りになる現状が続けば、ファンからそっぽを向かれる懸念がある。 そしてプレイする選手たちの声に耳を傾ける必要があるだろう。次のオーディオビデオでお会いしましょう。